さあ皆さん、鹿児島大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像です。菅見さん、段落は9つで、設問形式こういう感じでございます。取り組みやすい問題が並んでおりますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落をお読みいただいて、問いの1番よろしくお願いいたします。皆さん、このテキストとですね、このテキスト、まあ、ここでと思ってしまってですね、スピーチを思わず書いてしまった方いらっしゃるんじゃないかと感じがいたします。で、皆さん、内容をよく見ていただきたいんですが、Now、今やですね、皆さん、Look to 有名な熟語ですね、うんたらかんたらするようになると。つまり、拡大しようとしてるんですね。ですから、未来に向かって動いてる様子が伺えます。で、皆さん、あっと思ったこの辺。皆さん、実勢を見るとですね、has made で現在完了でございます。ということは、あくまでも今までの話ですので、こっちの拡大しよう、これからの話ではないですよね。ですから、未来に向かって動き出そうとしているところは、ここですからね。ですから、この文章をよくご覧になっていただけますと、thoughts、頭の中で考えていることですね。それをコンピューターに変換できるよう頑張ってるんですね。で、皆さん、第2段落でも皆さん、テキストの話しっかり書いております。で、読んでみると、皆さん考えたことをテキスト、文章、文字に起こそうとしてるんですね。ですから正解は、そうつということでよろしいかと思います。さあ皆さん、問いの2番お願いします。皆さん、これはもう文末にクエスチョンマークございますので、これの存在理由を考えていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は、A ですよね。What if?うにゃうにゃすればどうなのかということで疑問文を作りますので、A が正解です。さあ皆さん、続いての段落です。一読して問いの3番お願いします。皆さん、これは後ろに数字があるのが最大のヒントですよね。ですから正解は、あーですよね。少なくとも100ワーズ。で、イノアットラストはついに、うは同じ割合、えは最初は。ということでいいんですけども、皆さん、後ろに数字があれば、アットリーストバッチリです。皆さん、下に注釈つけております。それを踏まえて一読をお願いいたします。さあ皆さん、次の段落でございます。こちら注釈ございますので、それを意識しながら一読をお願いいたします。さあ皆さん、こちら問いの4番お願いします。で、皆さん、これは直後に this という風に書いておりますので、ここにつなげて、あとは皆さん、この四角括弧のところですね。ここを訳していただけるとよろしいかと思います。ですから、use skin。皮膚を使うんですね。で、instead of the ear。耳の代わりに。耳ではなく皮膚を使うと。で、何をするために言って、take in sound。音を取り込むためですね。そして send information to the brain。情報を脳に送るんですね。ですから正解は、音を取り込むために耳ではなく皮膚を使い、そして情報を脳に送ること。というふうに書いていただけるとよろしいかと思います。さあ最終段落です。こちら注釈ございますので、これを踏まえて一読をお願いいたします。では皆さん、問いの5番をお願いします。まず皆さん、表現としてどうかなと思うのが皆さん、これですね。in the past ですよね。そして意味内容的にですね、too much power。まあ、力を持ちすぎてると。そして皆さん、人類を脅かすんですよね。ですから、そういうマイナスの内容から判断するとですね、うのアンビシャス、野心のある。エヌメリット長所。そういうプラスの価値観と言い換えは可能とは言えなさそうですね。ですから正解は、あーですよね。fears。恐怖。ということでございますので、マイナスの価値観を持った単語ですよね。ですからこのあたりと言い換え可能ということでよろしいかと思います。ということで皆さんお疲れ様でございました。で皆さん、今日の問題に限ったことではないんですが、鹿児島大学他の問題も見てみるとですね、マーク式と記述式、これのバランスが取れてるんですね。ですから今日はマーク式空小順問題でしたが、まあ土地柄このあたりですよね。青年学院で練習していただけるとですね、実際鹿児島大学の当日でもですね、余裕を持ってさばけるかと思います。そして国公立ですから記述説明多いんですけども、九州の国公立大学の過去問ですよね。まあやってるかとは思うんですが、まだ取り組んでいないようでしたら、普段の勉強に組み込んでいただけるとよろしいかと思います。でもちろんこれヤダッチとスタディでも両者の対策ができるようにですね、講義動画もアップロードしていきますので、うまく活用していただけるとよろしいかと思います。